どうも、こんばんは、エヌムです。今回は最強購入ウルトバツクエストの絵に挑戦していきたいと思います。あと1分なんでちょっと急ぎましょう。使っていくパーティーはこんな感じです。いきましょう。義足銃像熟練度 100% と、プレミアムの方のサソリ銃像熟練度 100% のものをタッグで組まして、挑戦していきたいと思います。ギリギリだな。まあ、初見ではないですね。オートでずっと回してました。まあこれもロマンだよね。無印の頃のキャラクターと RE の頃のキャラクターでタッグを組ませて挑戦すると、これ1ターン目で溜まれば美味しいんだけどな。ちょっとあれだね、足りなかったね。ブレイクしていこうか。敵にお尻見せちゃダメですよ。お題は結構 OK。これで溜まっていく。ちょっとここで置いておこうかな。じゃあブレイクさせたいから、1ターン目じゃ溜まらないからな。さあ武器耐久値、敵上乗せされてるよね。2つ増えてるよね。ここはまず打った方がいいのかな。まず打つか。8削れてだから、ちょっとまず打つか。いや普通に削った方がいい。いや打とう。お題は結構。 OK。 で銃像に切り替えてブレイクしていく。これ銃像がね、両方とも攻撃力デバフ持ってたと思うんだけど、こいつが何だったか忘れたんだよね。もう一つが何個かあったはず。あ、味方前衛のあれか、体力、あの攻撃力を 1.5 倍か。じゃあお前だな。貴様の攻撃力上がるのか。な、ここはな、ここは出さなくてもいいか。温存しよう。さて、何をしてくるのか。あー、でも普通、避けるから、避けるから義足銃像前に置いた方がいいのか。この銃像に倒れられると元も子もないんだが、シフトができなくなっちゃうからな。厳しいぞ。やめてくれ。12ラスト一発。 OKOKOK。 これからちょっと義足銃像前に置くようにしよう。危なかった今普通に。あーでもこれそうか、そうだよな。ブレイクの関係でまあいけるか。オッケー。でここも温存しとこうね。なんとかいけそうではある。結構厳しいけど、とにかくシフトが使える状況は維持したいな。とりあえず削って、お題は結構。OK。 でこれで前に置いておくと。ここは打ってもいいね。お題は結構。多分溜まってくれるとは思うから。オッケー。これでラスト決まってくれ。ラスト、お題は結構。オッケー。なんとか綺麗に締めることができた。まあボイス聞いててもかなりあれですね、楽しいですね。ということで今回は最強降臨ウリエ討伐クエストに、義足銃像、フル強化した義足銃像、プレミアムの方の銃像、武器強化が進んでなくて、7ぐらいだった、6か7ぐらいなんですよね。もう回避無効と武器耐久値をプラス3かな、するっていうアビリティをまだ解放してないんで、まあ、避ける敵ってそうそういないんでね、まあいいんじゃないかなと思います。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。